旧東山梨郡役所藤村式建築とは、明治時代初期に山梨県令藤村史郎の指導のもとで建てられた洋風の公共建築及びその建築様式である。1877年に甲府を訪れたイギリス外交官のアーネスト佐藤が、この町の西洋建築を模倣した建築物の数は、町の規模からすれば私が知る限り日本一だ。と日記に記しているように、 当時の山梨県では洋風建築の建設が大規模に行われていた。藤村の県令時代に建てられた洋風建築は100件以上に上ると推測され、山梨県内はどこの村にも一つはあるほど広まっている。昭和に入ってから親しみを込めて藤村式と呼ばれるようになったが、建築様式に個人名が付いた例は他にない。藤村史郎の地に土木県令と あだなされるほど建設好きで知られるようになる藤村は1870年に地方行政官として初めての地である京都に小参事として赴任している。当時の京都は学生発布に先駆けて小学校教育の確立に力を込めており、日本初の留置学校が1869年に完成したばかりだった。府内で学生確立の中心人物であった。 県大三次の上村正直の下で、藤村は小学校について理解を深めた。続いて1871年に赴任した大阪では、神戸の居留地のコロニアルスタイルに影響を受けたと見られる、義用府建築の小学校建設を推進している。1873年山梨県に恩礼として、赴任した藤村は、臨県の静岡県に続き、断髪を強制する布告を発した。 断髪によって浮いた髪結いの費用を積み立て学校、建築に充てるための布告で断髪しない者からは特別税を取り立てた。こうして集めた費用で静岡県より先2874年には県内最初の学校である宅尾学校と両木学校が完成する。これは全国的にも極めて早く、これより早いのは京都の留置学校、山口県の岩国学校、 横浜の高島学校くらいしかない。以後、六沢学校、薄月米学校といった学校や、県庁舎、市販学校、軍役所、警察署、病院、裁判所、郵便局が建てられ、同時に、官業整備場の創設や織物の進行、道路改作、博覧会、共振会の実施、日野原開拓など一連の食産工業政策が実施された。 山梨県におけるこうした政策の背景として、1872年に起きた江戸時代以来の勤労税制である、大古切り税法廃止とそれに対する大規模な一揆の大古切り騒動がある。藤村の諸政策に対しては反対勢力が台頭し、山梨県における自由民権運動は、反藤村の政治運動として展開したが、これに対し徹底した洋風化によって、 不満分子を抑え込む狙いがあったと見られている。一気鎮圧の政治的手腕を買われ、山形県に赴任した三島道常も、植産工業を推し進め洋風化した館長舎を建設している。こうした理由から、最移植期の建物は洋風化が著しい。しかし、洋風建築は和風建築に比べ工事費が高くつき対抗性も欠如していたことから、1876年に、 藤村は方針を転換し、小学校建築において洋風化を推進しなくなった。1877年前後から、小学校建築を中心に屋根に車ャを乗せるなど、和風の要素が目立つようになる。1887年藤村が愛媛県に転任したことで、藤村式の歴史は終わる。しかし、藤村は小宮山を愛媛に呼んで、松山に市販学校を建てさせており、 小宮山も静岡県に招かれ静岡裁判所を手掛けていることから、藤村式はこの2県に飛び火したことになる。建築様式としては義用府建築の一種であるが、他の地方のものと違い立方体に近いプロポーションと、建物の全面に2層のベランダを持つという点に特徴がある。中でも塔がついている。学校建築はその形から、陰ボ学校の愛称で呼ばれた。 こうした特徴は、京都、大阪の義洋風校舎を通じて、神戸の外国人居留地の洋館の影響を受けたものと見られている。また、山梨県は、1877年に、アメリカの教育省を翻訳した、学校通論に影響された、学校建築法なる通達を出しており、アメリカの小学校建築の影響も加わっている。建設は、地元東領の小宮山八太郎。 松木キライン、土屋正蔵らによって行われた。起点館旧田中銀行博物館、藤村の天人後に建てられた、義陽府建築。博物館、明治村明治時代の建築物を保存している。野外博物館、東山梨郡役所が移築されている。道の駅花影の郷牧岡山梨市牧岡町、室伏市にある道の駅、旧室伏学校校舎が移築されている。 道の駅藤川南駒郡藤川町にある道の駅。天皇台の外観が藤村式建築を模している。公衆夢工事甲府市にある観光施設。明治館の外観が藤村式建築を模している。ニ崎市立保坂小学校ニ崎市保坂町にある小学校。校舎の外観が藤村式建築を模している。ありがとうございます。